いつもご覧いただきありがとうございます。もみあげスピードモーターサイクルズです。本日おすすめする中古車は、ハーレーダビッドソンスポーツスターの、リジットカスタム車両でございます。5年ほど前に当店で、製作した車両になります。エンジンは、このようにメッキエンジン、1996年の XL1200C がベースとなります。ところどころ、クランクケースも、黒いペイントが剥がれているところもありますが、メッキは、大変綺麗だと思います。キャブレターはサンダンス FCR、 そしてエアクリーナーはナイス、5インチラウンドエアクリーナーとなります。ウインカーはこの位置ですね。で、ついてます ETC は、申し訳ありませんが取り外しとなります。マフラーはドラッグパイプです。1と4分の3インチドラッグパイプスラッシュカットですね。チェーンドライブです。チェーンガードもついてます。リジットフレーム製作に際しオイルタンクは、当店で、製作いたしました。タンクもスポーツスタータンクの、ハイマウント、それをさらにちょっとこう後ろを絞ったような形ですね。容量は7リッター程度でしょうか。で、ハンドルです。ハンドル周り、ワンオフのティラーバーですね。マスターはグリメカーです。で、スタートボタンがこちらになります。こちらですね、スタートボタン。そして左手にはホーンとウインカーです。ウインカースイッチとなります。グリップも、ナイスさんですね。ダイヤグリップです。クラッチレバーはありません。フットクラッチです。フロントフォークこのようにだいぶ長いですね。ホイールも5年前製作時に、新品ですので、新品でしかもステンレスホイールですのでまだまだ綺麗です。ホイールも綺麗です。ガレージ保管でしたので、バイクも全体的に綺麗です。タイヤはまだ山があります。で、シートはダブルシートキング&クイーンですね。このようにダイヤのステッチが入りつつ、ところどころ2箇所ですね、ボタンが入ってます。で、CC バー、長めの CC バー、ちょっといろいろ荷物を止めたりでこうペイントが剥がれておりますが、長い CC バーがついてます。テールランプは、デュオテールですね。暗所板もついてます。左サイド、ブレーキキャリパー GMA タイプ、 GMA ですね。で、13本の純正キャストホイールチューブレスタイヤです。こちらのバッグも取り外しになります。スーサイドクラッチです。クラッチ、そしてこちらがシフトチェンジですね。メーター、そしてインジケーターはこちらについてます。先ほども言いましたがクランクケース、このようにちょっと塗装の剥がれがあります。シリンダーヘッドにも多少見られます。フロントブレーキは、純正ですね。ではエンジンをかけてみましょう。メインキーはこちらにあります。ライトオン、そしてライトもオンです。でこちらが、左下にメーターの、切り替えスイッチとなります。ではエンジンをかけます。
険は30年1月まで残っています。一から作るよりも大変お買い得な車両だと思います。また名義変更すればすぐに乗り出せます。次回車検時ですけども、左のミラーをつけて、またミラーの幅を、センターからそれぞれが中心が28センチというのがありますが、こちらに合わせ、マフラーも音量は車検場次第ですね。広島ではちょっとサイレンサー、音量を絞る必要がありますが、あとは車検場次第です。大変お買い得な機材だと思いますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。お土産スピードモータータイトルでした。